わっさ、やあ、ピマルです。はい。ということで、今日はですね、まあ、重大発表ということで、まあ、知ってる方も結構いると思うんですけども、自分のツイッターね、はい、見てくれてる方は絶対知ってると思います。で、まあね、何の話かって言いますと、この度、やっぱ目標にしていたプロなんですけども、プロになることができました。あ、パチ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 、はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ、結構ね、いろんな人が応援してくれてる中ですね、まあ、無事っても言い方もおかしいけど、まあ、これからなんですけど、プロになることができました。で、プロの、まあ、チームはですね、まあ、知ってる方は本当に知ってると思うんですけども、ね、有名な、野良連合さんの元でね、プロチームということで所属することに、なりました。ですね、まあ、チーム的には、山田さんとファッション面と自分っていう形の、まあ、3人なんですけども、まあ、今後ね、まだ追加で何人か入ってくる可能性が高いということで結構楽しいですね。ちょっと待ってね、取り消しじゃなくて何だっけこれ。取り込み中にしますね。はい。まあ、アチャピー関係ないんでね。はい、ま、気にしないでもらいたいんですけども。まあ、結構ね、いろんな方にやっぱ応援ずっとされてて、まあ、何ヶ月か、ってか、結構ま、ずっと前からプロになりたいって言ってると思うんですけども、やっぱ、なんていうんですかね。まあ、結構自分も山田さんも2年以上やっていて、ベータ版からね。まあ、その時から、やっぱその、上位プレイヤー維持というか、常に強いプレイヤーでいるっていうことを自分は意識してやってきたんですけど、まあ、あんま落ちないで、めっちゃ下手くそっていう感じはなんないで、今も結構生きてる感じなんですけども、まあ、それが繋がったかなっていうのは結構あるかなと思いますね。はい。で、まあ、野良連合さんで言ったら、そのモバイル版のプロっていうのは初めての、まあ、タイトルっていう形で、まあ、それのブロスタっていうのは本当に、すごい、もうなんか一言ですごいなって思って、もうまずプロができた時点で、来年からすごい楽しみですね。今後出る大会は基本的にこの3人になるんですけど、まあ、追加で何人か入ってくると。思う。はい。思うんですけど、そのね、メンバーでやっていくって形で、まあ、個人的にはプロリーグっていうのができたらすごい嬉しいんですけど、はい。まだ先かなって感じがしますね。まあ、とりあえず、来年の、来年なんだっけな。まずは、レッドブルか。まず、レッドブルの、大会があって、それは3人で出て、まあ、その次の大会あるとしたらね、ブロスターのチャンピオンシップみたいなのあると思うんですけども、まあその大会の総額がね、まさかの1億っていうのが発表ありまして、半端ないなっていう。ブロスターの可能性ってか、お前らその金どこにあったんだみたいなね。はい、感じはしますけどね。正直。まあここまでね、結構頑張ってきてくれたんで、まあここから本当にいいゲームになっていくのを、まあ予想しつつ、自分たちもブロスターのプロとして、まあ、やっぱ、メリットもあれば、デメリットでもありますよね。本当に負けられなくなった。マジで。プロになったから、本当に負けられなくなったね。うん。野良であんま行けなくなる、この感じだと。言い訳できないじゃん、野良でやん、つって。はい。まあまあ、そこはどうでもいいですけども、まあ報告はこんな感じですね。皆さんずっと応援してくれてたんで、無事なることができて、まあ今後もプロとして頑張っていけたらなと思うんで、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。じゃあ、ということで早速ね、このね、最後にこの一番右のショップを開いて、一番右側、クリエイターサポート、あ、間違えた、クリエイターブーストをポチ、ヤピマルと入力して、確定って感じで、はい、アップデートも来たんでね。アップデートの情報的にはまた動画にしていくと思うんでね。今回はこの発表だけで終わりなんですけども、お願いします。野良連合さんは、ツイッターで下の概要欄に貼っておくので、ぜひともフォローしてください。本当ね、なんか日本で一番でかい、e スポーツクラブというか、プロチームになってるんで、まあ、そこに所属できたってだけでも本当にすごい、自分で思っちゃってるんですけど、まあ、やっぱ、結局所属したとしても、その、結果良くなければダメなんで、自分と山田さん、もう自分と山田さんの共闘ってさ、みんな、楽しみしてるでしょ、正直。ないと思ってたもん、俺も。絶対ない。大会もなんか、結構誘われたりしてたんですけど、絶対ないなって思ったんですけど、まさかのここで実現するっていう、まあ、言うたら夢のコラボってね、はい、感じになるんで、ぜひとも二人の応援よろしく。あ、二人とじゃねえ！オブネオブネ、ファッションどこ行ったよ。はい、ということで、まあ、ファッション面も正直、俺より、ミッド真ん中の人うまいし、まあ、結構、
はい、尊敬する部分はたくさんあるんで、まあ、同い年なんでね、言うたら。はい、仲良く頑張っていこうかなと思います。ということで、終わっていきましょう。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。今後の動画もね、ぜひとも期待してくれればなと思うので、ぜひともチャンネル登録、本当にお願いいたします。以上です。終わりかな？終わりです。皆さん、それでは、バイ。